皆さんこんにちは。今回はハロプロの看板娘と言われていた2人、松浦綾さんと後藤真希さん、在籍時はどちらも歌唱力の高いメンバーとして素晴らしいパフォーマンスを見せていました。ユニットで一緒に歌を披露することも多かった2人ですが、後藤真希さんが松浦綾さんと当時不仲だったことを暴露したのです。そこで今回は後藤真希さんと松浦綾さんの確執について、また松浦綾さんの復帰間近よしと復帰後の活動スタイルについても調査しました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは最初に後藤真希さんと松浦綾さんの確執についてご紹介します。2人はもともとソロ歌手としてライバル関係にありました。後藤真希さんがモーニング娘。を卒業した直後の2002年秋、後藤さんと松浦さん、そして藤本美貴さんを加えた期間限定の3人のユニット、ゴマットーが発足します。ゴマットーの曲「シャルウィラブ」は作詞作曲をつんくさんが担当し、週間売り上げは約 9.7 万を記録しました。後藤真希さんと松浦綾さんが不仲だったのは、おそらく松浦さんのデビューからゴマットーとして活動していた時期だと推測されます。2001年にデビューした松浦綾さんとほぼ時を同じくしてモーニング娘。に在籍しながらソロデビューした後藤真希さん、歌唱メンバーだったことから関係者からもファンからも比較されることが多かったようで、自然にライバル視しバチバチしていたといいます。そんなある日、占い師に占ってもらった結果が2人が不仲となる大きな引き金を引いてしまいます。占い師に2人のことを占ってもらったところ、松浦さんはダイヤの原石と例えられ、一方で後藤さんは火と明暗が分かれたのです。後藤さんは一層松浦さんのことを意識し、その気持ちは嫌悪感にまで発展してしまいます。そして事件は起こりました。当時中野サンプラザにあったというライブツアーの楽屋に後藤さんと松浦さんの2人しかいない時があったそうなのですが、後藤さんは内心すごく嫌だったと振り返っており、鏡越しで目が合ってもそらされることもあったそうです。そんな後藤さんは思い切って松浦さんに、あなたのことが嫌いなのと面と向かって話し、松浦さんも私も嫌いと言い返したと言います。また嫌いだった当時、触りたくないほど嫌っていたそうです。後藤真希さんが暴露した不仲エピソードに対し、当時を知るファンたちは、私あなたのこと嫌い、漫画の始まり方だな、ツンデレすぎるだろ、本当は仲良くなりたいのに相手の気を引きたいから相手のことを嫌いって宣言するって、漫画にはよくあるパターンですね、なんか笑た、ヤンキー同士が直接対決して意気投合するみたいな感じ、むしろ裏でネチネチしない分だけ爽やかエピソードかも、すげえイメージ通りで爽快だわ、一回本音で話すと仲良くなるパティーンですね。過去にこんなにバチバチだった2人も、現在ではお互いの結婚を真っ先に報告したり子育てについて相談する仲だと言います。一度本音でぶつかり合ったからこそ何でも話せる親友のような関係性になったのでしょう。さて、占いでダイヤの原石と言われた松浦さんですが、現在芸能界復帰の噂があるようです。報道関係者は9年前の結婚を機に芸能界から遠ざかったものの、年内にも未発表曲を世に出す計画があると家族がツイッターで公表した。 SNS では湧いているようだが、実際に復帰すれば令和の時代にどんなインパクトをもたらすのかと語っています。このツイートでは6年前に作った未発表曲がありまして、年内に投稿しようかと考えています。天才的な歌声の私の奥さんが歌っている曲なのですとありました。このツイートしたのは音楽ユニットウィンズメンバーの橘慶太さん、松浦さんの夫です。すると聞きたい、あややと慶太さんコラボやばすですと反響が相次ぎ、いいねも1万8000件を上回りました。松浦さんは桃色片思い、イエーめっちゃホリディなどのヒット曲を連発、ドラマや映画に出演したほか、バラエティ番組の進行役もこなし、 CM 総合研究所の調査では
04年度の CM タレント好感度で女性部門の第1にもなっています。アイドル文化に詳しい社会学者の太田翔一さんは、歌、踊り、切なさや楽しさを見せる表情の豊かさなど、どれもデビュー時に完成されていたと絶賛しています。太田さんは1970年代以降に人気を博したアイドルやグループには共通する特徴があると語ります。デビュー当時は未完成な部分が多く、いわば素人っぽさがある。努力して成長していく姿にファンは魅了されて応援する。一方で松浦さんはそうした定義に当てはまらない別格の存在とし、アイドルでありつつ浜崎あゆみさんや宇多田ヒカルさんといった歌唱力の秀でたアーティストにも近い存在と評価します。そんな松浦さんは2013年に立花さんと結婚し、同年末から活動を無期限休止していました。放送作家の山田美穂子さんは結婚発表時のコメントで、松浦さんが私の青春には全て彼がいますと立花さんに言及した点を挙げ、結婚後に長く活動していなかったのも立花さんのファンへの気遣いもあっただろうと見るようです。表舞台から長く身を引いていましたが、ウェブ配信のトーク番組にゲスト出演、4月にはコーヒーのテレビ CM に登場し、歌う姿が話題を集めました。山田さんは夫婦双方のファンから理解されると考えたからこそ、芸能活動を再び始めつつあるのでは。ポップカルチャーに詳しいジャーナリストの松谷総一郎さんは、10年代から若者を中心に音楽に触れる入り口が SNS、 スマホ、 YouTube になった。松浦さんは本格的な芸能活動をすぐ再開するわけではなく、まずこうした手段を使って自分のペースで曲を発表するのではと話します。 AKB48 がデビューした05年以降、ライブや握手会なども会いに行けるアイドルグループが時代を席巻しましたが、コロナ禍で行き詰まりつつあると松谷さんは指摘します。近年は K-POP に代表されるように、ダンスやラップを重視するアイドルグループが世界で人気を得ている。一方、日本の音楽界では今も歌が中心、ボーカルを聴きたい人が少なくないとし、松浦さんの復帰をこう展望します。歌、ダンス、キャラクターなど全体的に能力が高いケウケウなアイドルとして活躍したことを踏まえれば、再び人気を得る可能性はある。若いアイドルにも刺激を与えるのではないかと語りました。もし松浦亜弥さんが復帰すれば、令和のアイドルに何かしらの大きな変化が起きることは間違いないでしょう。令和のアイドル時代に新しい風が吹くのか、今後の動きにも注目が高まりますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。